はい、どうも、ジトメのキャラが好きなミソです。はい、本日はですね、ロモちゃん使って最強決定戦やっていきたいと思います。今回勝つ席こちらですね、藤崎しおり、カジアンカ、ルモちゃん、ライダーカジ、ダリア、通常5部サポートに狼、煉獄さん、バレンタインしおりということで、ミートプラス8、パワープラス28、走力プラス2、肩プラス16、補給プラス10編成となっております。でですね、今回ね、得意練習3つしかないんですよ。大気肩、メンタルと、ただ高校小池ら3体いるんで、まあこの3つの練習でもなんとかなるんじゃないかなというふうに思っております。であと青の役割もないんですけども、まあ青はねなくても、まあダリアが最後にねトンボレ調整してくれますので、まあなんとかなるんじゃないかなという感じで、このねロモちゃんの可能性を探っていきたいと思います。はい、天才マネキですね。大事な初手見ていきましょう。花丸しらすはいいな。まあ花丸かな、花丸にしよう。さあ貴重な天才なんでね、ちょっとうまくはめられたらなと思います。まだ J3 以上作ったことないんで、そこをちょっと目標に頑張っていきたいですね。お、いきなりタック来てるが弱いよね。まあシンプルにここかな。行動練習できないのはちょっと辛いけど、この経験点がうまいんだよね、カジは。でちょっとちょこちょこ基礎値上げていこうかな。またそういう感じか。合同練習狙うならこっちだな。体力はちょっと怖いんだけど。お、OK、若干正解した感があるね。あ、ただベルがもう一個必要なのか。緑の蜂とか来ねえかな。まあベルがついてれば、あ、しかも合同ボーナス取れるんで、まあ悪くないでしょう。そんなに良くもないけどな。27オールか、まあまあっすね。さあ行きましょう。でまだ天才来てない。あげちゃうよ、基礎値。まあ、守備は最悪いいかな。あ、てか、パワー持ち上げたいな。こんなもん？か、これで。さっき来いよって話ね。波動もいいな。波動はただ次がマントル今回いけないんすよ。ゴブ入れてるんで。まあでも波動だな。波動の安心感が半端ない。もう一旦天才頑張って、追い打ち、まあまあ覚醒我慢しろ。 OK、 あげちゃうよ、あげちゃうよ、おじさんあげちゃうよ。ただこれあげらんねえな。38度目、そんなことも言ってらんねえか。10ごとに一応ボーナスあるんで、まあ、じゃあ総力ガンガン上げる感じで。それちょっと渋い。一旦ここで休憩かな。
赤はいつでも8取れそうだしね。ター左強いね。見えるんです。なんだこれ、見えるんです。点数取れんのは下一択か。これ 5-3-7 オール。さあ、うわー、2連続緑来ちゃった。まあいいや、まあ、波動はマジ余裕あるからね。積みに気にしなくていいのがマジでストレスフリー。さあここで覚醒。守備、まあまあ一回一番上がってないしな。守備お成功ナイス。お、ドロメダもいいよ。青八ナイス。あとは紫か赤積んでヒアビゴー。8がそういう、うわーこれは踏むわ。これ踏んで次赤か紫を祈る感じですね。合同が順調すぎるね。持て持て。さあ頼むよ。うーわー引けねえか。うわしかも数字合わせらんねえ。これいって追加することしかできない。うーん無念ですね。ちょっとだけ窮地。まあ一番やりはもらった。まだ来るー。あ待って、これ青八でさあ、惜しい。ちょっと待って、これさ海賊船損するんだよな。あそんなことない、タイムオーバー。 ここまで練習引っ張ったことないからさ、なんとも言えないんだけどさ、まあ大丈夫か、踏んでいいか。うわめっちゃ怪我取りて。 1% が怖い。僕 1% 怖い。怪我取るわ。積みすぎ。セクイチはまあまあ出たんじゃない。7万超え。これはもう行くしかないと。まあだいぶ点数もらえんじゃないかな。ミートがちょっと中途半端な数字になっちゃった。アンドロメダで頑張ります。あドロメダなら赤詰めるでしょう。オッケー、さすが火事だった。うわーこの練習強え。うわーこの練習強いな。いやーでもまあシンコロ経験点取れてるからこっちにしようか。赤はちょっと置いときたいわ。ナイス。告白が来てないんですけど。うーわ結局それ来るんかい。あーちょっと弱いなこのターン。大筒のみ、大筒のみ。あーどうすんのこのターン。
こんなしょっぱい青積みたくないんだけど、かといってこれで蓋するのも違う気が。あ、紫のタックが来れば解決か。青に関しても筋力のキャラいるんだよね。落ちちゃいだよね。OK。まあ、じゃあ、打撃、打撃、あれ、これボックスが絶対入んないんだっけ。この状況で、うわ、どうだったっけ、うわー。苦しいな。もう紫もう大器一点待ちするか。来るでしょう。それか落ち合い。はい、サミュー最高です。はい、ロモちゃんしか勝たん。ロモちゃんを愛せ。ロモちゃんを押してください皆さん。結局これです。これ引けば勝ちです。ちょっと待って、クリボッチになりそうなんですけど、クリボッチだいぶ経験点失うからな、やめてほしいんだよね。ユーヨは2ターン。お、新しいイメージじゃないこれ。うわ、ベヒ強っ。そういった意味でもルモちゃん強いじゃん。そっか、追加イベントこの出航の時のあのイベント増えてますね。阿部比は強いよ。コツ1でもオリジンサクセスにおいてはクソデカよ。なんだこれ、怖いイベント来た。近づくでいいのかな。で、盗塁さんガチで告白こねー。赤埋めとこ。ちょ、しおりさん、前に出よ、このデッキ。前に出来ないの意味わかんないって。マジで意味わかんない。意味わかんない。意味わかんねえ、マジで。なんで前に出来ないの？うわー、俺も3000点くらい損だよ。波動に行きたいね。青八かな。もう終わり？あと1回か。はあ、なんでクリウォッチな。私には分かりません。これだいぶロスよ。これだって最大大吉いたら3000点入るからね。んな10オールとかもうゴミでしかない。これ踏んでいけば88でいけるか。先般だわ。藤崎しおりが紫八、どうする、これどう見る。悪くないよな、コツもついてんだよな。これ踏んでもいいな。パワーヒー、それはもういけません。パワヒはまだコンボがあるかな。あれ、ダリアってどこまで来たっけ、覚えてねえ。ちょ、デートもさ3日になるからマジで早めに聞くんないかな。藤崎しおり、
うまく筋力をもうセクリの段階から入れられてるっていうのもいいですね。このイベントなんか失敗しなくなった気がする。村八タック、波動はもういってるからね。ウハウハよ。ダーノビ強い。告白来てない以外はいいんじゃない。いやいいわ。16万5000出てるわ。告白来てたら17万や。マジ一向に来ねえ。どうなってんの。これバレンタインどうなんだっけ。くれない。あ、くれんのか。これ踏んで赤、いや、あーそうだな、ドロメダも行きたいか。次赤マスト、まあ3個あるから赤チ来てくれると思うけどな。なんで後イベの方が来てるんだろう。ようやく来た。おっせーお前、名前見た？天才富士修介よ。なんでそんな遅いの？うわー、これ見たくない。強い。まあ、でもここだね。色合わせ。プラス海賊船で。進行路経験点も取り切った。コン、待って、もう覚えてないんだよ。コンボどこまで来たっけ？あと軽いコツ取っちゃおうかな。本当は早めに取んなきゃダメなんだけどね。左はもうちょい待つか。守備はコツもらってるから上げとこう。船積みはめちゃくちゃ踏めてますね。初級リベンジ気分屋は外れ。あ、やっぱ来てなかったね。確かにボイス3-2でもらってるし、家事にしとくか。あ、でもいや、ダリエがワンチャン流し打ちくるかもしれない。素晴らしいね。青から埋めておきたさある。形が良くない、まあ、ただ先に入れとくか。メンタルはすぐ光るでしょう。赤がまさかの光る。天命かな。じゃあ数字合わせが厳しそう。打撃か筋力くれ。まあメンタルでもいいか。多分目なんです。あ、メンタル来た。惜しいな。数字合わせちょいできず。待って、これベルがねえな。ワンチャンあるぞまだ。この練習にベルがない。赤タックくればワンチャンある。肩頑張れ。お、成功。ナイス。肩、まあ強いからいっか。来てんだけどな。入んねえのか。うわ、これ悔しいな。これ入んないの。ほんと S 字ってクソだね。 S 字はクソ。さすがに天命だよな。次大筒に海賊船ついたら最高。ちょっと経験点がきつくなってきた。
ところではあります。気分や取りたくねえんだよな、試合打てなくなんだよね。これ打撃か筋力くればまだあるよ。ある、強いなあ。でも今回あれだわ、いなかった。うわーってなってくると天命に逃走波動でもいいんだな。これが逃走波動でもいいんだよな。くえ、ただ1は肩しかない。天命の安心感が半端ないけど、こっちはね船積みタックで赤埋められる可能性あるんだよね。ちょっとこれは踏ませていただこうかな。ここ踏んで、そうだね、まだ来るかもしれない。てかデートは、うわ今デート来てればこれいけたやん、行かせてよ。マジでお前先般なんだけど、何してんの、本当に何してんの。藤崎しおりんサクセス破壊されてんだけど、絶対デート間に合わないじゃんこれ。前にだよ、言っておきますけど、再三言ってますけど全然来ねえマジで。これは保険で赤八ですね。波動についててくれよ。お、波動にしかついてない、ナイス。最後波動でウハウハしよう。数字合わせがこっち行けばワンチャン可能性あるけど、こっち行っちゃうと絶望的になる。24骨いべあるからキリルでも悪くないか。決めは取ります。あーどうしようかな、数字合わせ諦める。黄色7か青7って、青7待ちってなかなかできないけどね。いや今を生きよう。いい回復きたね、ちょい回復でいいかなこれは。うん、点差出てんのよ、藤崎しおりが来てない以外は。うわひどい。連続でそれ来ちゃうとどうしようもないな。奇跡的に家事安価の黄色8タックとか、もうそれ待ちです。それ来たらマジで結婚しよう。アトリ終わったかな。しかも成功でかいね。名教さん、まあ、まだ待つか。さあ家事安価、これはしょうがないね。さすがにこれしょうがない。うん。2色になっちゃったけど、まあ最後まで波動で遊びましょう。まあそういう配置をした私に非があります。弱すぎる。
ゆっくり行こうや。まあ、あとは船積みタック来たもん勝ちよ。あ、ゴブがまだだったねえ。お前本当にどうなってんの。友情も取れないじゃん。ろくにやばすぎるこの女。波動は絶好調。波動は絶好調です。あと2回来ちゃおうぜ。いや神だなマジ。波動波動マジで S ランクでもいいかもな。売却の点数は高くないんですけどもね。あー強い強い強すぎだろこの高校。結局一回も来なかったな。チャンス取っちゃおう。あとはキャマルくれるかどうかだな。ここのコツでキャマル惜しい。いやー立ち回り良かったのにな。こいつのせいで点数が伸びそうにありません。さあガンガンいきますよ。デートは捨てます。キャマルくれ。キャマルか早急の2択。よしでかい。ちょっと待ってガチでさ1回も来ない気じゃんこの女。メンタルくー、うわーこれ行きたかったな。あーデートする。そうこれ1回目でかいんだよね。あやべ、あープルヒは回復ないんだ。目忘れてた。いつも道中来てるからさ癖で選んじゃったって。もうはい、あと3回ですね。メンタルっていうと来ないんだよな。うわーマジでタクミスったー。ラスト攻めるよ。まあ筋力か。いきます。よし、さて経験点を調整していきましょう。わあギリギリ取れないか。うんこれでトンボでいいかな。さあ終わりましたね。さあ点数どれくらいいったかな。本当に藤崎処理が先般だった。もうこいつが本当にありえなかったね。
それ以外は悪くなかったんだけどね。藤崎処理だけで5000点くらい損してます。さあ最終的な点数はドラフトも2位だったね。約35万点か。はい、まあ35万5000点くらいは出ててもおかしくなかったということで、査定振っていきましょう。はい、というわけで査定振り終わりました。こんな感じですね。ミート52、パワー51、走力72、肩42、守備60、補給53ということで、はい、こんな感じにまとまりました。はい、今回の出来こちらですね。ということでこれでよ、これで J3 行きました。これ J4 行ってたって、もうちょっと本当に今回は藤崎詩織を恨みます。意味が分かんない。これさ、だって筋骨対エースキラーと祝福1でもらっちゃったし、クリスマスもぼっちでしょ。でデート4回分全くなしでしょ。でエピローグの経験点、筋力、敏捷、技術全く入らず精神半減でしょ。意味わかんないくらいロスったんで、はい、この前にでお前オートレートゼロはもう本当にこれ意見書出そうかなっていうレベルでした。はい、おかしいってもう納得いかないですね。ちょっと J4 できるまでやろうかな。絶対作れます。なんなら J5 もできるかもしれない。というところで、これでも結構私のスタメンは J 染めされて、あとベンチ4体 J 作ったら終わりですね。はい。ということで、まぁ、ちょっとこれ全然物足りないんで、もうワンパターン。サクセスやっていけたらいいかなというふうに思っております。はい、という感じで今回の動画終わりたいと思います。チャンネル登録したい方はぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you.